皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、前回でね、仮置きが終わりましたエペボーイさんの春のニューボードですね、配線しようと思ったらぐしゃぐしゃということでですね、一旦整理していきたいと思います。で、今回もね、 EBS のね、フラットパッチケーブルとフラット DC ケーブルということでね、こちらを、小スペース化のために使っていきたいと思います。ということで整理していきますと、10センチが7本、18センチが6本、28センチが4本、58センチが1本ということでですね、すべて LL タイプ、で、統一しております。そして、DC ケーブルですけれども、18センチが7本、今回ね、森田荒垣さんから5本提供いただいたのでね、合計で7本になりました。それから28センチが2本、38センチが1本、そして48センチが1本ということでですね、38センチのみ SL、ということでね、このプラグ部分見ていただくとですね、形が違いますのでね、ボードに合わせてね、それぞれ SL、LL、選ばれるといいんじゃないかなと思います。それからね、パッチケーブルの方ですね、ペポジさんはあの通常のスタンダードというかですね、一番安いタイプ使ってますけれども、プレミアムゴールドとかですね、ハイパフォーマンスとかですね、いろいろ種類がありますのでね、こちらもぜひともね、選択なさっていただきたいと思います。ということで次回組んでいきたいと思います。ありがとうございました。